何してんだよ、こんなところで。橘な、なんだよ、驚かせんなよ。驚きすぎだろ、やらしいことでも考えてたのか。ちげえよ。あ、わかった。ほら、ゲームでよくあるやつ、あれだろ、最終決戦前夜の酔いに浸りたかったんだろ。ほっとけよ。じゃ、違うってことにしといてやるよ。だけど本当にゲームみたいだったな。そうだな、妄想が侵食したり謎を追いかけたり、変な組織が出てきたり、変な力を手に入れて戦ったりさ。本当にゲームみたいだったな。そして今だってそうなんだよ。今も？立花ならわかるだろう、ゲームのエンディング手前の感覚が。ラスボス手前で諦めたゲームが何本あったことか。なるほどな。今やっと分かったんだ、どうして俺はクリアすることができなかったのか。きっと終わりを迎えたくなかった。ずっと永遠に冒険してたかったんだよ。世界なんか救いたくなかったんだ。それじゃあ。だけど物語を終わらせなきゃいけない。だって俺はプレイヤーじゃないんだ、俺はこの物語の主人公なんだ。ヤマト。なのになんでだよ、世界を救うってのに誰の記憶にも残らねえのかよ。だとしても俺たちは秋葉原を、世界を救ったって自慢しようぜ。みんな忘れちまうのにどうして自慢なんかできんだよ。ヤマトのくせに中二心を忘れんなって。ふざけてんのか。ふざけてねえよ。だって世界を救うのはいつだってそんな奴らだっただろ。え、お前が見てきた物語で一体何人が世界を救ってきた。たくさんだ。その中で何人が世界を救った後世界に受け入れられた。そうか、俺たちが好きだった主人公たちはそういうんじゃねえだろ。ああ、そうだったな。いつだってあいつらは人知れずに世界を救ってたんだな。そっちの方がかっこいいだろ。ふん、分かってるじゃねえか。当たり前だ。それなら俺がなってやるよ、世界を救い、そして歴史の裏側に消える、そんな名もなき英雄にな。